アントン・フォン・エスター・ライヒ・トスカーナは、オーストリア・ハンガリーの皇族。オーストリアでは1919 19年により、アントン・ハプスブルク・ロートリンゲンと名乗った。ハプスブルク・トスカーナ家の一員であるレオポルト、ザルバトール大公と、その妻で、スペイン王女の称号を持つブランカでボルボンの間の、三男として生まれた。外祖父は、スペインのカルリスタ多い請求者にして、 フランスのレジティミスト多い請求者、マドリード公、カルロス・マリアであった。アントンは二重君主国の崩壊と第一次、世界大戦の終結まで、両親と一緒に、ニーガー・エスター・ライヒ州のフロースドルーフで暮らしていたが、やがて元皇族に対する強制的な国外退去命令が父に下ったために、国外に避難した。アントンは、両親と一緒に、スイス、ドイツ、フランスなどで、 亡命生活を送った。1931年7月26日、アントンはルーマニアのシナヤにあるペルシュ城において、ルーマニア国王フェルディナンド一世の末娘イレアナと結婚した。二人の結婚後、イレアナの兄のルーマニア王カロル二世は、ルーマニア人は王女とハプスブルク家の人間との結婚を歓迎しないという政治的な理由を盾にアントン夫妻に、 ルーマニア国外で暮らすように命じた。このためアントンとイレアナは最初はミュンヘンやウィーン近郊のメイドリンク、そして後にはオーストリアのゾンネベルク城に落ち着いた。第二次世界大戦中、アントンは1944年末までドイツ国防軍の空軍パイロットとして従軍し、除隊後は家族と一緒にルーマニアのブラン城に住んだ。 1944年8月23日に起きたクーデターによってドイツとルーマニアの協定が破棄されるとドイツ国民であるアントン夫妻とその子供及び従者たちは抑留ないし国外退去を迫られてもおかしくない状態になり危険にさらされた。1947年12月30日ルーマニアをミハイ一世が廃位追放されると アントン一家も国外に脱出した。一家はスイスやアルゼンチンを転々とし、1950年代初めにはアメリカ合衆国で暮らした。1954年にアントーンはイレアナと離婚してオーストリアに帰国し、死ぬまで祖国で暮らした。1953年にマッテイのカールピュースが死去すると、その後を継いでカルロクタビスタ派のカルリスタを追い、請求者となり、 カルロス九世を称したが、1961年には、その地位を四帝のフランツ・ヨーゼフに譲っている。2006年5月26日、ルーマニア文化省アドリアニオルグレスクは、アントンの次男ドミニクに、ブラン城を正式に返還した。妻イレアナとの間に2何4城を設けた。子孫たちは、イレアナを通じて、ビクトリア女王の血を引いているが、ほとんどがカトリック信徒であるため、 イギリス王位継承順位から外れている。ありがとうございます。